2024年3月14日、山口県は下関市に所在する三菱重工業社の下関造船所の江浦工場において、海上保安庁の大型巡視船でヘリコプター1機搭載型の PHL である敷島の浸水に伴う式典が開催されたね。このヘリコプター1機搭載型の PHL 敷島の浸水に伴う式典には、建造を担っている三菱重工業者並びに配備先となる海上保安庁の職員らが参列し、同艦の艦名が敷島と命名されたことが明かされたぜ。さて今回はそんな海上保安庁の大型巡視船ヘリコプター1機搭載型の PHL である敷島が浸水した件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。今回新造されたヘリコプター1機搭載型の PHL 敷島は、すでに海上保安庁では3隻が収益を果たしている黎明型巡視船の4番艦であり、総トン数で7000トンを超える海上保安庁内でも有数の規模を誇る大型巡視船だね。海上保安庁が保有運用を行う船舶の中では、主として警備や救難活動に用いられる船舶のことが巡視船と称されているけど、より小型な規模の船舶は巡視艇と呼ばれており、巡視船とはそれらより大型のものを指すとみなしてよいよ。そんな海上保安庁の大型巡視船でありヘリコプター搭載型の PHL である敷島は、実は今回浸水を迎えた船舶と重複して同名のものが存在しており、こちらは建造時には日本だけでなく世界で最大の巡視船だった船舶なんだ。こちらの海上保安庁の現行の初代敷島は、1990年4月に起工、1991年6月に浸水、1992年4月に収益を果たし、2024年の今日まで32年にわたって運用され今後も改修を施しての運用継続が期とされていたみたい。しかし改修を行うための事前の検査の実施によって、想定していた以上に深刻な船舶の老朽化が発覚。これに延命及び機能向上のための改修工事を行うことは現実的ではないとの判断が下り、来月4月での退役が予定されるに至ったぜ。そこでこの海上保安庁の大型巡視船としての初代敷島の由緒ある船名を受け継ぐことが決まったのが、今回浸水を迎えた2代目敷島であり、黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL の4番艦として建造された船舶ってわけだ。今回浸水を迎えた、黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL の4番艦である2代目の敷島は、2025年度中に収益を行うものと考えられており、配備先も仙台を引き継ぎ鹿児島の第10管区海上保安本部となると目されているね。2代目の敷島の属する黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL は、総トン数で約7300トン、全長 150.0 メートル、全幅 17.0 メートルの船体に、同様のディーゼル機関4機を搭載、最大出力3万6000馬力で、最大速力25ノットを発揮する仕様なんだ。黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL は、現行の海上保安庁の巡視船の中でも有数の規模を誇るため、並走もスウェーデンはボフォース社製の70口径 40mm のマーク4単装機関砲と、アメリカは GE 社製の 20mm の M61 バルカン砲を各2機装備しているよ。また黎明型はヘリコプター1機搭載型 PHL の名称が示す通り、艦尾に回転翼機乗り発着が可能なヘリコプター甲板と格納庫を備えており、ユーロコプター社製の EC225 スペルピューマ Mk2 プラスを搭載機として運用可能となっているぜ。黎明型はヘリコプター1機搭載型 PHL の名称ではあるものの、物理的にはこのユーロコプター社製の EC225 スペルピューマ Mk2 プラスを2機収容可能なキャパシティを持ち、格納庫からヘリコプター甲板まで同機を運ぶレールも2機分が確保されているな。日本の海上保安庁ではこのユーロコプター社製の EC225 スペルピューマ Mk2 プラスを総数で15機調達する計画ではあるんだけど、限られた貴重な機体であるため、今回の2代目敷島を含む黎明型での運用は平常時は1機とされているよ。黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL は、ネームシップで1番艦である黎明が2020年2月に収益を開始した船舶で、その黎明の建造費はおよそ262億円と規模に比例して海上保安庁の中でも最高クラスのコストとなっているね。ちなみに黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL と規模的に近似値な海上自衛隊の艦艇としては、汎用型護衛艦 DD として、すでに2隻が収益済みの旭方が挙げられ、その使用は基準排水量が5100トン、満載排水量が6800トン、全長が 151.0 メートル、全幅が 18.3 メートルだな。海上自衛隊のこの旭方護衛艦も汎用護衛艦 DD としては一番艦が2018年3月に収益を開始した最新艦であるが、一番艦である朝日の建造費はおよそ701億円が計上されており、マーク 41VLS を32セル搭載する兵装面も含め、いかに巡視船より高価なのかがよくわかると思うぜ。興味深いのは旭方護衛艦も建造を請け負っているのは三菱重工業者であり、こちらは1番朝日、2番艦白縫の2隻とも同社の長崎造船所が手掛けており、日本の防衛産業の面目躍如といった感じを強く受けるよな。黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL は1番艦黎明と2番艦暁が三菱重工業者の長崎造船所。そして3番艦朝月と今回の4番艦四季島が同社の下関造船所によって建造されているよ。配属は黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL の場合、1番艦黎明と2番艦暁がともに鹿児島の第10管区海上保安本部であり、ここに今回の2代目の四季島も加わる予定で、3番艦の朝月のみが沖縄は石垣の第11管区海上保安本部の配属となっているんだ。現在中国側の進出が著しい南西諸島の尖閣諸島に対しては、海上保安庁は2016年3月までに津軽型ヘリコプター1機搭載型 PLH を2隻、国頭型1000トン型 PL の10隻による合計12隻の巡視船で構成する専従の警備体制を敷いて対処に従事しているね。津軽型ヘリコプター1機搭載型 PLH は総トン数が3221から3766トン、全長が 105.4 メートル、全幅が 14.6 メートルの船体を持ち、黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL などに比すれは中型ではあるが、小回りの利く汎用性の高さで活用されてると思えるよ。逆に黎明型ヘリコプター1機搭載型 PHL などの海上保安庁の最大規模の巡視船は、鹿児島の第10管区海上保安本部に3隻、石垣の第11管区海上保安本部に1隻を配備することでそれらの尖閣諸島の専従の警備体制を担う、船舶の強力なバックアップを担うものと言えるだろうな。ちなみに海上保安庁はもう1隻総トン数で7000トン超級の大型巡視船を保有運用しているが、これはヘリコプター2機搭載型の安芸津島であり、初代四季島の改良発展型として1隻のみが建造された船舶となっているぜ。このヘリコプター2機搭載型の安芸津島は、総トン数が7350トン、全長が 150.0 メートル、全幅が 17.0 メートルの船体を持ち、機関部や兵装、艦載機の運用能力に関しては概ねベースとなった初代四季島の使用を継承しているな。ただしこのヘリコプター2機搭載型の暁島は、海上保安庁の現行の大型巡視船の中ででは唯一、横浜を拠点とする第3管区海上保安本部に配備されており、当時の IHI マリンユナイテッド社の横浜工場で建造されたものらしい。建造元が三菱重工業者以外という点では、初代の四季島も当時の石川島播磨重工業者の東京工場で建造されたという経緯を持つが、ここ最近の大型の巡視船の建造は前者の三菱重工業者に集約されたという印象を受けるね。ちなみに四季島とは日本国自体を指し示す別名でもあるため、同様な意味合いを持つ艦名は大日本帝国海軍でも用いられ、県の四季島をはじめ、屋島扶桑大和など時期は違えど戦艦の名称としても馴染みが深いんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。